大丈夫。ああ、始まった。ああ、やばい。今日はね、ちょっとツイキャスのみで頑張りますけど、頑張ってます。ということでね、私どもね、まあ、2人でこういうふうに頑張っているわけなんですけども、はい、やっぱりね、日々の活力、うん、はい、それぞれ出していくには、好きなことをどんどんとやっていくのが一番だと思うんです。はい、そこではですね、私はね、やっぱりお兄ちゃんと遊ぶというのがね、大好きでございますしね、お兄ちゃんとね、もう何気ないね、こうじゃんけんであるとか、トランプでやるとか、そのトランプの中で私、大富豪が大好きでですね、この大富豪でお姉さんで遊んでるから、ヒガーはい、こんばんは。結構ぐるーって回りました。市内ぐるーって回りましたね、今日。外側ずるー。外側ガーってぐるーって回りましたね。なんかかったですね。はい、ありがとう。ナンクルさんどうも、お疲れ様です。こんばんは。ナンクルさん、ごめんなさい、寝まーす。あー、どうも、ワン。おやすみなさい。寝てください。ぐんない。まあね、もう寝る時間だ。ランボ。ランボ。まあ寝ろ。まあ寝ろ。落ち着けな。はい、ジャガーさんどうも。あーどうも。まだ。携帯が見たいです。まあ寝ろ。まあ寝ろ。マキエ、ランボ、寝ろ。まあ寝ろ。まあ寝ろ。本番見。あーね。あんた、名前はなんて言うんだ。ランボ、ジュンだ。ランボ。そこで待てそこで待てちょっと怒られる。何もしてないのに、まだ何もしてないのに、すぐ怒られる。店員さんに、そうそう、名前聞かれて。裏切るおじさんに。あいつ裏切りますか、ね、裏切りましたね。安倍のカツサンド、パーラー、ロマンテ。あ、それそれやわ。よし、明日それ食う、うん、美味しいですよ。うん、ただ、うん、何時に行くかまで決めてないから、もしかしたら家で昼飯食うって感じ。何にももう身も蓋もないこと言い出しますやで、どこでどうするか、わーって言ってそのまま帰るかもしれない。あ、でもキューズモール、あれは安倍のキューズモール、うん、久しぶりにもう一回回りたいな。まあいいんじゃないですか。でかいから、僕あのでかいキューズモールって、ね、あのモール大好きなんで。あー、確かにね、結構そのドキドキするというか、まあそういうところのまたフードコートみたいなのがあったらね。フードコートめちゃめちゃ好きだね。フードコート朝カツサンド、昼カツサンド、夜カツサンド、朝昼晩とカツカツカツ私の人生も勝ちまくりでえっさあ、今日早かった。家の近所プルって回っただけですね。いや、なんか家の周りちょっと小走りで走って帰ってきた。これ今のは恥ずかしい。今のはまずかった。すぐ帰ってきてよかったですね。朝ヒューマンとカツさんのカツカツカツ私の人生ガチまくりでいくぞ。危ね。なんなんこれ。何の掛け声だ。勢いがなかった。何も面白くない。勢いだけで何も面白くない。行くぞーに行くまでの強く入れるはずがね。だけ何 もうあの自分で笑けてバンバン言って自分で笑ってバンバン言って、演奏しまくってた。バフバフバフ。はいにー、恥ずかしい。でございますね。デビディグディグ。あごだけジムキャリーって最近言われるんですよ。あごだけジムキャリー。あごだけジムキャリー。もうええな。今日いいな。まだもういいわ。まだ、あ、今日いいです。あ、でも、ね、そうか、ロマンテね。よかったです、うん。これ調べてね、行ってみていただけたら。あ、でもフードコートってあんまり、なんやろ。男の子は好きやけど、女の子あんま好きじゃないですよね。あれ、そうなのかな。なんかあの、うん、うるさいっていう。あー、ワイワイしてるから。まあまあ、でもそれどっちかっていうと、えぐい学食みたいな感じ。めっちゃいいじゃないですか。あ、そうそうそう、えぐい学食。そうそう、わかるわかる。全然それ楽しいし、うん、ね、またあのデザートだけのお店も何店舗かあったりするじゃないですか。ソフトクリームとかアイスとかクレープとかもあったりね、うん、なんかそういうのもあるから、もう選び放題だから。やし、だから楽しい、うん、なんかフードコート内で、うん、食べるものを、こら、なんやろ、そうそう、なんか、なんや、なんか、なんやろ、まあ、言ったら、うん、うどん屋さんに行ったら、あー、ほんとね、小柄屋なんか行ったら、うん、わー、どれにしようってなるじゃないですか。はいはいはい、どれ食べようみたいなじゃないですか、うん、もう全部うどんやん。まあ、そらね。全部うどんやかなってなってしまうじゃないですか。でもフードコートやったら大丈夫、うん、うどんもラーメンも、なんでも。あー、なんでもね、選び放題、選び放題、わけし放題。ただそこでもうほんまに一発目本当に決めるのに時間がかかるって。逆に、そう、どこのお店のやつをこうピックアップするかみたいな。あー、結局それで迷っちゃう。迷っちゃうんですよね。
結構そのご当地もんとかっていうのもあったりするしね、そこ、うんまあ、特に高速道路のパーキングとか、あーサービスエリア、サービスエリアのサービスエリア大好きなんですよ、うん、いいですね、ヘルさん運転できるんやったらサービスエリア遊びしません？サービスエリア遊び、サービスエリアに行って飯食って帰るだけ、うん、あでもまあまあ全然やってみたいですね。 でお土産だけ買って帰る、うん、だからどこまで行けます？あそこがでかいんですよ、滋賀、おまた滋賀ですけど、あ 滋, 賀編に滋賀県 の, 草津パーキングエリアかな。あよよよよ、そこは琵琶湖見渡しながらなんと温泉もある。えそうなんですよ、何やったらそこで宿泊施設もあるから泊まれるっていうね。すげえすげえすげえ、パーキングエリアですよ。パーキングエリアですよね。パーキングエリアですよね。でもほんまにそこで泊まれる施設もありながら、うん、お土産も買えるし、最高じゃないですか。めちゃくちゃでかいですよそこ。パーキングエリアってなんか、うん、なんか歩いて入れないんですか？歩いて高速やから結局車内で入れない方なの？ね、行けるところもあったりするけど、どうなんやろ、なんかそのバス乗り場が高速にもそのままあったりするやつあるじゃないですか。ああいう感じのがあればそこから上がってで歩けるその道、うーん、その専用の道路みたいなのがあればなんとかなるかもしれへんけど、うん、みたいな。迷うなら全部空洞コート全部食うか。全部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 負け何も残さないんですか？残しちゃう負け何も。スマートインターあれば入れたりするところもあったり、一般道で三つの駅と兼用的なのもやりますね。なるほどね。あアヘルさん、滋賀行くんやったら赤カブの漬物頼んどきゃよかった。わ、うん、ー、美味しそう。赤カブ。めっちゃうまいっすよ、めっちゃうまいっす。さっきちょっと僕、こちらでいただいた。はい。何でしたっけ？つぼ焼きじゃなくて。つぼ漬け、つぼ漬け。どこにもありますよ。ただ、なんか鹿児島で買うとあんな味やったんですけど、うん。めちゃくちゃうまかった、あれ。たくあんなの？多分たくあんでしょ。多分なの？だってどう見よう、大根。そうそうそう、大根は大根で。多分そのたくあんのようにつけるものはちょっと違うんかもしれない。なあね、なんかちょっと浅漬けよりもさらにちょっとまあまあ深くありながらも、うん、でもあっさりとね、はい、ポリ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 、だからあれだけで本当にずっと食べれるぐらい。よかった、まだありますからね。あ炊き込みご飯ラボ、あー出た、負けラボ。はいはい楽一楽座ってところが、楽一楽座ってところがそのスマートインターみたいな。へぇ、行きましょうよ楽一楽座、うん、次行こう。いつ秋10月10日 10月10日はちゃんと僕らはだから夜まで帰ってないでしょ。だから朝まで朝に出発して、うん、ブワー遊んでからドワーって戻ってきて、うん、そこで撮った動画をみんなで見るで行った動画会、動画、うん、でそのお土産をみんなに配る、来た人にお配りする、ね、悪くはないな、悪くはない。だからうん、うん、そやね、うん、楽しそう普通にちょっと楽しそうやなバカみたいなおもちゃを買って、あ、なんやったら僕また弓買ってきますよ。弓はもういいです。弓はもうあなたが後ろ見て、後ろ見て、エルさんが持って帰ってない弓、ほら見えます、あっこほら上に海、ほらほらこれ海、海ってなほら海落とされてる、あれエルさんが持って帰るっつって忘れてる弓ですからね。僕はね、はい、ずっと置いときますよ。てめえ藤川楽だから、てめえ、だって一個あげてもうたわ他の人に。いや、あげて、なんでその人持って帰ろうって思ったいいんすかって言って、やったって言って持って帰っちゃった。絶対家持って帰った後どうしようもないですよ。いやいやいや、もしくは乱世が来るかもしれない。乱世が、乱世来たらもっといろんなもんいるでしょ。弓に、ね、まず弓やる、まず弓だって悪いやつが2人いたら、うん、すごい速さで撃ったら倒せますよ、うんまあ詰められますよ。天地を食らうの時の甲虫が使いにくいっていうのはあれじゃないですか、ね、距離がね遠かったらできるけど、うん、しかも天地を食らうの甲虫の弓って、うん、なんかもう矢がこうもうすでに斜めに発射されてるからペロンもうすぐ地面につこうとするぞ。そうそう、ペロン、そう、真横に飛んでくれてたらどこまでもねまっすぐ行って、うん、ほんま遠距離砲になるんですけど、わかる、
距離がね決められてるから分かる、難しい、弱い。あ、その店長クラウツはあれですよ、任天堂スイッチでできるみたいです。はあ、またやります。乱暴やもうやります。負け店長クラウツが出ている負けあの高中を使いたくない負け乱暴お前を高中で組み合わせるというリングが出たぞ義援だ義援お前は義援だ超必須でね、あのなんかねバーンってボス倒したら体真っ二つになる、ブワーッあれあれブッブワーッ、むちゃむちゃむちゃ綺麗に真っ二つやから、うん、ひってーって思いながらものすごく肉団子みたいな敵出てきますから、なんで巨長が、ね、巨長がね、巨長でかいですから。あれ全クリしたことないですよね。あれあないの、天地ないんですよ、あのゲーセンで、そう、あの無限クレジットみたいなんで頑張ってやった。あー、無事ほんまにアーケードしかあった時にやった。あーもうそう、絶対クソむずいから、それは難しいね、石壁から出れへんっていう。はははは、やばー、なんか今日いい、ね、あと観覧車もある、プラネタリウムとかもいいじゃん。どこ、あ、それ草津、宇治川楽座、宇治川楽座、あ、宇治川、え、どこにあるやつなの宇治川、藤川琵琶湖ワンワンの音楽。あ、全然関係ない、この間に言っとこう。お、服部里穂さんからエビせんべいをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。その服部里穂さんは、うん、今は韓国へ、はいはい、冒険に一瞬名古屋から来られて、大阪に立ち寄り、その大阪に寄ったのは関空で、飛行機に乗るため、なんかその名古屋空港もあるんですけど、うん、名古屋空港の便が遅いらしくて、うん、でそれ普通に待つんやったら普通に新幹線で大阪通って、で大阪の関空から行った方がすぐ早く韓国に行けるっていうことがあるんです。だからあの人ね、金持っとんの、そう、金で時間を買ってるんですよ。うわ、大人やわ。そんな藤川楽座、藤川楽座ってどう、利便性豊かい世界遺産を望む、ほんまに富士山の遠い静岡県、ブブー静岡県かちょっと遠いな、遠いな。はい、はい、解散。あーでも美味しそう、しらすの、あ、まそ、しらす丼よっ、まそよっ、まそ、ランボー、まそ、誰で、ランボー、しらす丼がうまいらしい。ランボー、マーキケン。喋ってへんか。喋ってへんわ。ランボー、また喋ってへん。マーボー、ランボー。しらすもん。マンボー。しらすもん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 。しらすの写真集。しらすの写真集。しらすもん。しらすもんがもらえますからね。ランボー、しらすもんだ。いっぱい分厚いのね。まあ、これで楽しんだらいい。生理遊びやな。でも、あ、でも、なんかね、行きたいとこいっぱいあるんですよね。和州山ハイランドでバンジージャンプもしたいし、あー、バンジージャンプ僕やったことないです。え、ちょっとやってみたい。和州山、和州山はどこ、岡山、岡山、あ、でも泉にもあるらしいから、泉にもあるらしいから、バンジー、泉佐野、泉中央、どっちかやると思う、多分大阪、うん、大阪、あー、じゃあメンバーに入れときますね、バンズ、うん、バンズ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 、バンジー、マーキーバンジー、もうランボー見てからランボー確かしない、マーキー次バンジー、悪口やん、怒ってるじゃないですか、人に対してなんかバンジーバンジー、マーキー次バンジー、ウキウキ、美味しい蜂蜜が取れる道具があるらしいぞ。マイク、え、プーさん、あ、プーさん見た方がいいですよ、プーさん、プーさん見た方がいいよ、めっちゃいいから。プーさんはあの何だっけ、プー大人になった僕っていう、ああね、プーさんが、そうそう、あのだからあのクリスパーロビンが大人になっちゃったマクマホン、マクマホンマクマホン、あの、いや WWE の主催者マクマホン何で大人が大きくなって、大きくなってプーさんと共に、はい、金網でスモッチするんですか、意味が分からへん、ほんまに意味分からへん、プーさん、プーさん、プーさん、マーケ、マーケ、プーさん、あいつは聞けへんって話、おバカさんから可愛らしい、おバカさん、えらいね、 CM してますね、字幕見たんですけど、うん、はい、もしかしてと思って吹き替え版は誰なんかなって調べたら、クリストファー・ロビンが堺雅人、
あの俳優、はい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 、まあまあまあ、うん、あの人もあの声優もやってたんで、なるほど、ちょっと僕の期待値ブンって上がったんですよ、わこれ面白そうと思ったけど、うん、もっと大事なことだったんですね、うん、ティガーが、はいはい、源田鉄矢、え、あのトラッキーみたいなやつ、そう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 、ね、トラッキーみたいな、そうそう、そう、よく思い出したらあの人昔から源田鉄矢やった、ティガーって、あ、そうなの、そう、あ、そうやったと思って、アニメアニメのあれ、あーで、うん、たらってことは、うん、俺は早めに行ったら、うん、あの、なる、大画面で源田鉄矢の声が聞けるっていうパワー現象起きるんでしょ大画面で聞けるっていうことではない、スピーカー、大画面で、大画面スピーカー、大画面で源田鉄矢の、源田鉄矢、源田鉄矢、違う、マーキー源田鉄矢、聞いてない聞いてない、ちょっとテンション上がりませんティガーの声をやってもらいたい、やってたやってんの今もマチャーキじゃない、マチャーキではない、あ、坂井ね、坂井雅人どの方で、映画やったらゴールデンスランバーとかか、あ、そうそう、あと、鍵なんとかのメソッドと、鍵泥棒のメソッド、メソッド、クヒオ大佐、アフタースクール、あったな、そんなのありましたね、うん、いろいろ、アフタースクールはほんま大どんでん返しで、もう一瞬わけわからなくなったもんな、最後の最後が大どんでん返しになるけども、その途中で思ってたストーリー展開じゃないところに急にクルンってなるから、何今のってなる、びっくりするタイミングがあるんでね、アフタースクール、佐々木蔵之介、大泉洋、酒井雅人、ランボージョン・ランボーも無理やって、あのメンツでは勝てへんて、ででーん、酒井雅、酒井坂井正明って言うんですか、またたまちゃあき、またまちゃあき出してくる、その中にアフタースクールいいですね、それ見たい、アフタースクール普通に見ますわ、うん、よしね、ね、好きなことやりすぎて、はい、もう言うこともなくなってきました、ね、眠たくなってるやろ、また眠たなってる、眠たくなるよねでも明日朝から早いんでしょ、そうですね、明日あれ、誰でしょう、あの、うん、いつもどうしたどうしたランボー、うん、林健二さん、あ、そうそう、林健二さん、林健二さんね、の歌謡ショーがね、あ、この前浅草行った時林健二さんいませんでした、あ、いてありましたよやっぱり、そうそうそう、ね、あれ本当にサプライズで応援しに来てくださって、びっくりしたわいや僕らもびっくりしましたよ、林健二さんで、え、うん、あれ大阪の人と、あれ東京と思いながら、あ、そう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 、一瞬パリ、あ、東京の方なんですか、いや違います大阪で、ね、大阪ではということは、あの一瞬に、うん、ヘル島内と、うん、僕と、うん、林健二さんが、うん、東京に集まったんですよ、ね、そうそうそう、あの瞬間だいぶとレアケースで、超レアケースですね、そう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 、別の世界の人間たちがあの瞬、あの日多分不思議な現象起きてたと思います、空間がねじれました、空間ねじれまくってたもん、ねじれました、まあそのせいで大阪におった感がよかったですね、だから、あ、大阪の人間ばっかりおるから、ね、うん、すごい空気はね本当に、なんじゃほらと思って、これ絶対林健二さんやな、いや、ありがたかったですよ、ね、うん、すごいウキウキでカメラ撮ってましたね、パチャパチャ、あ、そうそうそう、もう楽しんでいただいてね、ありがたいですよ、それがね、はい、また明日歌謡ショーがありまして、頑張ってくれたよ、で金曜日には、はい、浅草の歌謡ショーもありまして、え金曜日、ま、金曜日に浅草行くんですか、またまた、で土曜日には徳島、土曜日に徳島、金曜から、金曜日は浅草、え、じゃ東京浅草ってから、浅草ってから、その飛行機で、飛行機は飛んでる時間に終わらないから、はい、夜行バスで徳島まで一度大阪経由しまして、大阪に朝着いて、うん、お家でまた用意を、作り整え直し、でまたお昼のバスで徳島に行き、で夜に徳島のライブに出るんです、むちゃめちゃやんで徳島のライブ夜に出て、で終わったら多分あの12時回るぐらいなんですよはいはいはい、全部あの2部構成みたいな感じで、帰れへんわ、もうで、一応ホテル取ってもらってるから、あ、すごいすごい、よかった、ホテルに泊まり、ホテルから、朝5時の徳島駅発のバスに乗り、ホテル全然いないよ、また、大阪に帰ってき、うん、で大阪に着くとしたら多分ね、今日曜日ですか、今日曜日か、はい、日曜日になって、
そうなったら朝8時過ぎ9時ぐらいになるかな、うん、前ぐらい、はい、で、家でいよいよ整え、あ、整えて、また整えた、道頓堀のザザに、絶対今週末は怖いよ。ヘルさん大丈夫ですか、ちょんぼしないでください。ちょんぼはしないです、ちょんぼはしないですけども、どういう、怖いっすねそれ、カツカツだ、なんかどっかで一回行ってまいそうや、なんかちょいちょい、もうね、なかなかな、ねえ、まあもうそれをもう飛び越えれば、来週は今、来週はスロット王内、スロット王内でね、はい、新しい王子さん見ましたね。あ、お、マジっすか、どんな王子さん、もうこれがもうなんやろうな、あのなんやこれ、おじさんとは違うんですか、なんてことないおじさんなんですけど、なんてことないんよ、なんてことないおじさんなんですけど、やたら一個一個の細かな行動が、はいはい、うん、鼻に目につく、イラッというか、イラッとまではいかないですけど、何って思っちゃ う, ほう、あの隣にね、そのなんてことないおじさんは座りはったんですよ、はいはい、でなんてことないおじさんがまあ座って、で、ああパチンコじゃない方、スロットの方でね、はいはい、で、おじさんがこう打ち始めるんですけど、うん、あ、そんな感じで打ちます、あ、打ちます、僕打ってますよ、うん、こんな感じじゃないですか、はい、でもおじさんはあのね、僕が今回打ってた台は、うん、ハイビスカスがその台についてるんですよ、はい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 、ここら辺にハイビスカスのね花があって、これがチカチカチカーって光ったら当たりですっていう合図になるんですよ、うんうんうん、でまあもちろん座ったとこ、座った瞬間には何も光ってないですから、はいはいはい、そこからメダルを入れてレバーを叩いた時の瞬間にチカチカチカって光って、はいはいはい、やったーってなるんですけど、おじさんがゆっくり座って台に座るんですよ、はい、でこのハイビスカスのところをやばいおじさんですか、 両手の人差し指でこうちょんってえ、それは触れるハイビスカス、いや別に、や画面か、駅ガラス越しのそんなあの本物のハイビスカスなわけじゃない、いやいや、わかります、わかってますよ、ではあるんですけど、別にそんな立体的、液晶のハイビスカスを触るってことですか、液晶とかそういうもんでもないですよ、ただ単にもう柄ですから、それははぁ、それをこうピッとピッってやった後にゆっくりメダルこう入れ出して、ゆっくりやと、であれこれヘイダスのおじさん、ヘイ、俺フィーにヘイ、生み出しおじさんでくれる、ヘイ、オープッ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 、はい、どうぞ、マイロマイロ、どうぞ、はい、いつでも出せますよ、知ってます、こっちに出します、出してるようにします、あなたが今出してないですけど、出してるようにします、ポッ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 、ヘイ、生み出しおじさんですみたいな動きをしだしたんですよ、はいはいはい、チョンってやった後メダルを入れてちょっとちょっとちょっとやり始めてやってそうやってこうペンってこうレバーをねペンってこうそんな叩き出したんですか、ほんまにちょっと こんな感じですよ、なんやこれって、骨っぽい動き、俺がなんこれって俺僕がなんやこれおじさんにさせられるなんやこれおじさん、誘発なんやこれおじさんです、ね、誘発やん、ぴょってやってで、ね、トントントンってやってで別に光らないわけですよ、はいはい、でまあまあ何回かやったら光るわけです、ああよかった、でチカチカって光った瞬間にそのおじさんがちょっとこれまた触ってうん、うん、でそれでメダルがジャラジャラって出てきてね、でそしたら後ろの方でもねそういう台があるから、はい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 、後ろの台でこう当たる音がするわけですよ、ダーンダーンダラッチャーンダラッチャーン、音が鳴ったら振り返るわけですよ、うん、あ、どの台が当たったんかなって僕見るんですよ、はいはいはい、で、目星つけてた台が、あ、やっぱりあの台いいんやなっていう確認するためにこうね僕振り向くんですよ、はい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 、で、おじさんが隣におるわけですよ、はいはいはい、まあ、こっちにまだピトクそう、ピトクってやってピトクおじさんで、後ろで、はい、ドカーンって音が鳴った、はい、バリボー、お、当たったみたいな感じ、うん、お、見ようってこう僕こう見てるから台こっちに、はいはい、でこう振り返るわけですよ、はい、でこう振り返って後ろの台を見るときに、うん、僕がこうやってあ当たったって思ってこう 見ようとするんですよ、そしたらおじさんも、うん、で、うん、おじさんもゆっくりこうで戻ってなあこれ
なんでいっぺん目合わせねえ、このおじさん。おじさん。なんやこれおじさんになってるね。僕は振り返るたびに、僕と同じ動きを。なんやねん。なんやねん。横で。不思議おじさん、だいぶ、だいぶいいおじさんそうそうと会いましたね。で、で、この、自分が打ってる目の前の台のさらに奥側に反対側向いての向こう側の台もあるわけですよ。はいはい、こう壁隔ててみたいな感じ。向こうにもありますね。そしたら自分が打ってるこのそのねおじさんの前の台をの向こう側の台の当たる音もなんかこう聞こえてくるんですよ。まあね、やってそうそう、壁ももう1枚もあるかどうかのところやから、そしたらこう向こうが当たったっていうのもまた分かるんですよ。はいはい、当たった瞬間におじさんなんかせわしいのよ、せわしいのよ、エロいの完全にね、今見切れてますけど、はい、中腰で立ち上がって見えへんでしょ。見えないです、うん、絶対この状態では別に奥側見えへんけど絶対見えないでしょ。ずっとこうミーアキャットみたいな感じで確かに低いなぁ。そのままもう真顔でこうね、うん、でまたこうまたピチッ向こうの当たってる音とか当たってるものをなんとか吸収しようみたいな運を、こう運を、そうそう、運を受けよう、運を浴びてこうでそれをまたこう自分の指でねこう注入してでまたこう手出して手出して私もね大当たり出したいんですけどね、でもね私ね屁しか出せないんですよ大当たり出したいんですけど屁しか出せないんですよ、ポッポッポッっていうことをずっと横でやっとるんですよ。さあかんわ。それ注意するところまでいかへんし、別に不思議なおじさん台をこうどつくとかっていうのはね、あの注意できるんですよ、はあ、店員さんにちょっとあの横がうるさいんですみたいな感じ、うんうん、でもこれ別にうるさくないし、しかも振り向くときに合わせられる合わせられる、目合わせられるだけで目合わせられる急にミヤキャットなんですよ。ミヤキャットになったりするけど、いろんなところ別にまあ、浴びてまたこうやるちょっと変なおじさんだったっけ、変なおじさんで、その人当たってたんですか。これがね結構当たるんですよ。だから当たるからこそ同じ行動を取るんですよ。あれルーティーン、そうそう、これが自分がこういうことやったからこそこういうふうにだいぶオカルトな当たる連ちゃんがこう今来てるっていうふうになるから、あじゃあ俺はこれをずっとやり続けるんだっていうので、もうこれもやるし、だからこれもやらなきゃやるし、一緒にこうよよよってこう目合わせない人と目合わせやらなあかんし、へえ生み出さなあかんしミヤキャットならなあかんしあの何やあいつルーティーン大量にやるね、もうね、いろんなでも当たってるんでしょ。当たるんすよ。それが怖いですね。なんかただ当たらへんでただの変な人やけど、まあね、ちゃんと当てにいってるんやったら、うん、大なぞる動きは注意しろって、こないだパチゴイ大なぞる行為ってなんですか。大なぞる、ああでもまあなぞる、まあなでる、え、どういうことかな。だから分からへん。だからえ、でもまあ厳密に言うと多分、うん、これはなぞるでもなんでもないですからね。ただほら、まあ、本当におじさんにしか見えない念能力を、そう、自分の力でこれを当てるんだっていう、ね、そうそう、気持ち、オーラをただここに指に集中させて、それをピュッてタチンコ台に移してるだけでしょ。ほんまにでもあのこう書いてらっしゃいますけど、大なぞろっていう行動する人おるんです。どういうことですか。あの大ね、外枠全部ドカーンとねあるわけですよ、うん、でこっちにレバーがあってみたいな感じで、指輪に磁石がついてて弾を動かすやつがおる。ああ、パチンコのね、こう、あとはあのライターのそこをえぐって取って、ここに磁石の玉、強力な磁石、そうそうでこうやってこうライターをこうね、こう持ってるだけの方に見せて、こうやってわーみたいな。さあ、むちゃむちゃな、どうやって、え、無理でしょ。まあもう正直バレますよ、ね、行動おかしいですか、どう考えても。だってライター持って、うん、アイーンってやってるでしょ、ーアイーンって、さあ無理やん。それでねやったりするんですけど、僕が言うてる謎っていうのはほんまにあのスロット台やから、そのパチンコの玉を動かすっていうことじゃないです。ほんまにこれも念ですよ。こっちにレバーがあるから、ま、ハンターハンターみたいなやつも、台の外枠をただこうやって撫でていってるし、こう撫でていって、うん、こっちの方のレバー近くになったところからこうやってこうやってこうやって、これを、はい、一回一回やるんです。
どういうことですか。めっちゃ時間かかんねん。だからあ、次は帰ります。あー、どうも。だからバーンってやったら、そうそうそう、こうやってこっちだで、また止めてトントントンで、またメダル